G1 突撃銃はベルギー製 FN フェル小銃のドイツ連邦共和国向けモデルとして開発されたアサルトライフルである。1956年新設されたドイツ連邦軍における最初の主力不標銃として採用された。しかし国産化が認められなかったこともあり、1959年には後継装備として G3 突撃銃が採用され、 1960年代、初頭のうちに更新された。連邦軍のほか、機動隊や連邦国境警備隊でも使用されていた。FN 小銃とも呼ばれた。G1 を背負う独米の士官候補生、G1 の原型となった、ベルギー製、FN フェル小銃は、20世紀の西側諸国で最も普及したアサルトライフルの一つであり、少なくとも70カ国によって採用された。 フェルの設計を主導したデュダネ西部技師はサファン49の設計にも携わっており、二つの小銃は設計上の類似点が多かった。1955年に発足したドイツ連邦軍では連合各国からの装備供与が行われていた。小銃はアメリカ製 M1 ガーランドや M1 カービンのほか、空軍訓練連隊向けにはイギリス、カナダ製、 ナンバー4マーク I などが配備されていた。しかし、1957年に予定された最初の徴兵が実施された場合に火器が不足することは明らかで、また現有の外国製火器は大半がすでに旧式化した第二次世界大戦時の主力火器であった。そのため、納豆標準小銃の有力候補と目され、 また早期に大量調達が可能とされた FN フェルが新たな主力小銃に選ばれたのである。FN 社では G1 として引き渡すフェル小銃10万丁に対しドイツ側の要望に応じた設計変更を加えている。しかし第二次世界大戦での経験に基づくドイツへの不信感からドイツ国内でのライセンス生産は決して認めなかった。こうして 連邦軍は国産化可能な製品による G1 の更新を検討することとなった。1957年、連邦軍の新たな主力小銃として、スペイン製セトメライフルを採用する方針が発表された。連邦軍では1959年から G3 突撃銃への更新が始まり、G1 は1962年頃まで使われていた。余剰となった G1 は、 機動隊や連邦国境警備隊に払い下げられたほか、諸外国への売却も行われた。オーストリア連邦軍では G1 にさらなる改良を加えたモデルを STG58 として採用している。G1 はショートストロークピストン式、ティルトボルト式の作動方式を備える自動小銃である。閉鎖バネはピストン部に設けられている。ガス圧を調整する。 規制紙が設けられている。箱型着脱式断層には 7.62EX51mm、ナトウ弾を20発装填することができた。内部構造をオリジナルのフェルと比較すると、新型ファイアリングピンやニッピース式抽出紙などが組み込まれている点が主な際である。外装部品では溝を刻まれた板金製ハンドガード、重心に直接取り付けられた折りたたみ式2脚が、 特徴である。二脚は軽量で着脱にはドライバーが必要だった。また、照準時の頭部被弾率を可能な限り下げようとした、ドイツ側の強い要求により、照準位置は3ミリメートル低くなっている。重心には着見装置が設けられていたが、使われることは少なかった。ありがとうございます。